My baby with you forever 決めた僕の未来。気になる曲がある方はコメントしてね。皆さん、アーロンくんのホリデーソングって曲ご存知ですか？日本一の DJ に俺はなる。どうも DJ 日本人です。今日はアーロンくんのホリデーソングをご紹介していきたいと思います。この曲は TikTok で5万回も使用され、アジアで。皆さん、アーロンくんのホリデーソングって曲ご存知ですか？日本一の DJ に俺はなる。どうも DJ 日本人です。今日はアーロンくんのホリデーソングをご紹介していきたいと思います。この曲は TikTok で5万回も使用され、アジアで大バズり中の曲です。アーロンくん自身の過去の恋愛をもとに書かれた歌で、彼女との何気ない日常に幸せを感じるラブソングです。歌詞の中に、君の好きなアイドルより僕の方が少し身長高いという部分があるのですが、当時付き合ってた彼女が関ジャニの錦戸亮さんが好きで、そんな些細なやきもちから生まれた歌詞だそうです。ちなみに錦戸亮さんの身長は170センチ、アーロンくんの身長は176センチだそうです。それではアーロンくんのホリデーソングを聞いていきましょう。 My baby with you forever 決めた僕の未来。気になる曲がある方はコメントしてね。皆さん、アーロンくんのホリデーソングって曲ご存知